今回はキャンピングカーのキッチンについて。はい、このキャンピングカーには、キッチンがついています。まあ、キッチンって言っても、まあ、流しと、コンロですね。コンロがついていて、まあ、ちょっとした、料理はできるようになっています。で、我が家は今はあまり、使わないんですけど、最初の頃はね、やっぱりキャンピングカーを買って1、2年ぐらいはやっぱキッチンがついているっていうのが、いうのも、まあなんか、キャンピングカーの魅力の一つだったので、ちょっと料理をしたりとかっていうのはしていました。ただ、それから時が経って、今は9年、10年ぐらい経って、やっぱこう、洗い物とか、するのがめんどくさいっていうのと、あとやっぱり、キャンピングカーで、こう、旅行したら、そのご当地のものを食べるっていうのが、まあ、一つの楽しみなので、あまりここでは、料理はしなくなりました。うん。まあ、簡単な料理だけ、今するとしたら、まあ、例えば、無洗米は積んでるので、ご飯を炊くとか、あと、お湯を沸かしてカップラーメンを食べるとか、うん。そんなぐらいですね。うん。あんまり使わなくはなりました。ただご飯だけ炊いて、あとはご当地の、お惣菜を買って食べるっていうのが、まあ一番ベストかなという感じになってます。では、紹介したいと思います。それがじゃじゃん、こちらです。ここですね。ここが、はい、ここでございます。これが、キッチンなんですけど、こっちがまあ流しで、こっちがコンロで、この流しの方は、こうね、水が、こうやって、出るんですけど、こうね。これはね、流しはすごい使います。なぜなら手を洗うから。外から帰ってきたら、手洗うじゃないですか。なので、流しの方は本当に、手洗いでめちゃくちゃ使います。手洗いのみですね、でも、使うのは。ここでなんか、洗ったりとかっていうのはしないです。なぜなら、この、水も、汲んでいくので、トランクに入っているポリタンクに水を汲んでいくので、別になんかあまりその水道水と違って綺麗じゃなさそうっていうかそういうイメージがあるので、まあ手だけこう洗う感じにしてます。はい。で、こっちのコンロですね。このコンロは本当、ご飯を炊くか、ガスでね、ガス釜でご飯を炊くか、お湯を沸かすかぐらいなんですけど、これはね、僕はね、なくていいと思います。まあ、多分ね、最近の車両ってこれついてないんですよ。ついてなくて、ここが、ここ、今、コンロになってるんですけど、ここが、まあ、普通の台になってる。なんでもない台になってて、まあ、こう、台になってれば、例えば、こう、何かね、切ったりとかってするのもできますし、火を使いたかったら、ここに、カセットコンロを置いて使えばいいだけなので、カセットコンロの方がいいと思います。で、ちなみに、私も、じゃじゃーん、カセットコンロを積んでいて、これですね、カセットコンロ。僕も、ここで火を沸かすときは、このカセットコンロを使ってます。これね、これを、まあちょっとここに今ちょっとないんですけど、板を引いて、板の上にこうやって置いて、で、カセットコンロで、米を炊いたり、お湯を沸かしています。なぜなら、カセットコンロの方が火力がすごく強いので、早くお湯が沸ける、早く米が炊けるっていう感じです。うん。こっちちょっとね、火力が弱いんですよ。なんで、カセットコンロを、この上からやって使っています。で、まあ、カセットコンロもね、燃料はこれだけですからね。これですごい持ちますんで。あとね、この車両に関して言えば、ここのガスって、ガスの燃料が、この、冷蔵庫と共有用なので、冷蔵庫の方で使いたいので、ガスが切れないように、冷蔵庫だけでガス使ってると3日ぐらい持つんですけど、こっち使っちゃうとそれが早まっちゃうので、こっちは、使わないようにして、
カセットコンロを使っているということで、まあこれはだからない方がいいですね。昔の車両はついてたんですよ、キャンピング。昔のキャンピングカーはやっぱりこういうのがついてるのがキャンピングカーらしいっていう感じで多分ついてたんですけど、最近はやっぱり、今の考えのように、これない方がいいよねって、カセットコンロをここに置いてやった方が早いじゃん、みたいな実用性を考えた時に、これはやっぱいらないなってなって、多分最近の車両はこれついてないはずです。ここはもう本当台になってて、火を使いたい時はカセットコンロを置くだけ。うん。だから、僕もね、昔、キャンピングカーを探していた時に、カセットコンロ、これがついてるのはもうやっぱキャンピングカーっぽいんで、これがついてる車両を探してました。で、昔の車両でも、このコンロがなくて、ここに、まあコンロを置いて使う、ここが台になっていて置いて使うっていう車両もあったんですけど、そっちを僕は逆に、なんかキャンピングカーらしくないよね、みたいな。コンロ、ないじゃん、みたいな感じで思ってたんですけど、実はそっちの方が実用性が高いということが、使っていく中で、分かったということで。これからね、キャンピングカーを購入、中古で購入される方は、まあ、こっちは絶対必須。これはね、手洗いに使えるんで、こっちは必須なんですけど、こっちのコンロはなくていいと思います、本当。台だけでいい。台だけでよくて、あと、ね、こんなカセットコンロなんか、本当多分今2、3000円で買えるんで、うん、こんなの。これはね、ちょっとね、なんか風丸だったかな、風なんとか、岩谷の風なんだかって言って、外でも、風があるところでも使えるやつなんで、ちょっとこれ高かったと思うんですよね。5、6000円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、このキャンピングカーの中で使う場合は、そういう風、暴風対策されているやつじゃなければ、本当多分2000円ぐらいとかでもう買えると思うんで、そういうのを買って、まあ置いて使った方が全然使い勝手がいいという感じでございます。